長崎市の話題をお伝えする出張長崎のコーナー、今日もスタジオが賑やかですよ。さあ、いよいよ来月に迫りましたね。長崎がんばらんば国体まで38日、がんばらんば大会まで58日ということで、今日はスタジオにいつも元気ながんばくんに来てもらいましたよ。こんにちは。忙しいでしょうね、今がんばくんね。そうですね、もう1ヶ月ちょっと前ですからね、はい。そしておなじみの長崎がんばらんば国体長崎市実行委員会事務局の松尾梨沙さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どれぐらい忙しいですか、2人は。そうですね、もう国体いよいよ始まるといったところで準備に追われていますね。寝る間もないぐらい。そうですね。本当ですか。そこまでじゃないかもしれないですけどね。そこまでじゃないですね、はい。本当いろんな場所に今引っ張りだこのお二人なんですが、まずは今回長崎がんばらんば国体がんばらんば大会のシンボルとなる炬火の集火式についての話題からです。先月ついに長崎市で集火式がありましたね。はい、小川の日です、はい。これまで長崎市内各地で5月から炬火再開イベントが開催され、地域の子どもたちなどの手によって14の炬火と1つの文化ができました。そしてついにその炬火が8月23日に市営松山陸上競技場で行われた集火式で1つの日になりました。長崎市の日が1つになったんですよね、はい。たくさんの方で賑わっていたそうですね。そうなんです、たくさん大勢の方にお越しいただきました。はい、この長崎市の炬火名はアスリート平和を願う起用の日に決定しました。市民みんなで頑張ろうという思いが一つになる集火式でした。次はこの長崎市の日を含め県内21市町で採火された日をさらに一つにします、うん。ねえ、本当の長崎市らしい素敵な名前がつきましたね。そうですね、やはり平和を願う、はい、名前です、うん。長崎平和を願う起用の日、はい。これ誰が、どなたがお付けになったんですか。50代の男性の方が考えてくださったんですけれども、ね、はい、ご応募いただきまして、はい、すごく素敵な名前に決まって、はい、さあ、そしてこの炬火名の発表と命名者への表彰もある県集火式の日時ご紹介しておきましょう。今週土曜日です。9月6日土曜日12時から、場所は JR 長崎駅かもめ広場となっています。そしてこの集火式にはとても素晴らしいゲストもいらっしゃると聞きました。はい、長崎県ご出身の女優川口春奈さんと、そしてビバーレン長崎の選手の方も参加する予定になっています。川口春奈さんといえば五島出身の、はい、もう今結構テレビつけたらとっても大人気ですよ、ね、出てらっしゃいますよね、はい。映画とかドラマとかコマーシャルもねよく見ますけれども、本当に可愛らしいキュートな川口さんをこうそばで見ることができるんですね。あとビファーレンの選手も来るということですよ、この、集火式の前にですね、今週からですね会期前競技が始まるんですよね、はい、はい。日程がシンクロナイズドスイミングが9月の7日日曜日から、そして水球が9月の8日月曜日から10日水曜日まで、そして競泳が9月12日金曜日から14日日曜日までとなっています。はい、ほとんどの競技はまあ来月12日からということですけれども、はい、今週日曜日から始まるんですね、はい。こちらがですね、いずれも会場が長崎市松山町にあります長崎市民総合プールで開催されます、はい。プールということでね、はい、まあ、競泳とか水泳とか、ね、シンクロとかがあるということなんですが、まずはですねその競技の注目選手と見どころをご紹介します。シンクロナイズドスイミング、こちらのお二人が注目選手なんです。長崎日大高校2年の宇和崎聖奈さんと木下さくらさんです。音楽が長崎出身の大島みちるさんの曲を使用し、演技にはちゃんぽん麺を思わせる動きがあり、さらに水に入る前から蛇踊りの竜をイメージした演技でスタートするそうです。長崎らしさがたくさん盛り込まれている演技になるそうですよ。水に入る前は蛇踊りの竜をイメージした動き、どんな動きなんでしょうね。楽しみですね、はい、すごく見たいです。そして続いては水球です。注目選手は長崎工業高校3年の門田拓海さん、川崎亮介さん、そして近藤壮太郎さんです。県高総体3連覇の長崎工業高校は
創部5年目の若いチームですけれども、九州ではベスト4と安定した力がついてきました、うん、チームは長崎西高校と合同チームを組みます。試合ではディフェンスからのカウンターの流れを生かしたオフェンスに注目してください。長崎工業高校って水球が強いんですね。ですね、はい、かっこいい選手です。水上はもちろんこう水面下でも激しく体をぶつけ合いながら決める豪快なシュートがね、見ものですよね。さあ続いては競泳です。注目選手は長崎商業高校3年の川原愛理さん、そして長崎大学附属中学校3年の大友優里さんです。国体の決勝に進出するほとんどの選手が日本代表として世界大会へ出場するハイレベルな競技会となっているんですけれども、うん、川原選手は自己ベスト記録の更新と決勝進出を狙い、そして大友選手は2種目での入賞を目指しています。はあ、どのこちらの2人も注目選手なんですね、はい、もう本当のどの競技も盛り上がりそうで、これ当日会場に入れるんですか皆さん。そうですね、今回ですね会場が満員で入場できない方向けにですね、はい、パブリックビューイングを開催します。はい、こちらが会場が市営松山陸上競技場と市営ラグビーサッカー場の2つになっているんですけれども、うんうん、入場は無料となっています。はい、なお駐車場は競技会場と同様一般観覧車用の駐車場はございませんので、会場へお越しの際は公共交通機関をご利用ください。はい、また会場周辺を中心に大変混雑が予想されておりますので、毎回の自粛にご協力をお願いします。競技会場は2000席程度しかないんですよね。なのでおそらく入れない方も出てくるかもしれないということですので、はい、ぜひこのパブリックビューイングで一緒に応援して盛り上がってほしいと思いますね。はい、駐車場がありませんので、ぜひ皆さん公共の交通機関をご利用の上お越しください。そしてこの観戦と一緒に楽しめるエキシビジョンや体験会などのイベントもあるようですが、こういった情報どこで手に入れればいいでしょうか。はい、市内の公共施設にある、はい、こちらいよいよスタートといった、はい、こちらのチラシであるとか、はい、そして長崎市実行委員会ホームページでもご確認をいただけます、うん、そしてこちらですねの広報長崎9月号の織り込みにも各競技のスケジュールや会場、そして見どころなどを掲載しています。はい、こちらでご確認をお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあそして大会運営にはですね、やはり運営ボランティアの方の存在がね欠かせないと思うんですけれども、はい、たくさんの方が参加なさるんですよね。そうなんです、長崎市内だけでも約2000人もの市民の皆さんが運営ボランティアとして参加されます。うん、会場での受付案内や休憩所での飲み物やお弁当の配布、そして観客の誘導などを行っていただくボランティアの皆さんは国体と大会の成功を握る重要な存在となっています。確かにボランティアの方のこう接し方一つでって言ったらちょっと大げさですけれども、うん、そういらっしゃる方のこう印象っていうのがね、はい、また変わってくると思いますからね。はい、いや本当物をこう受け渡すのはもちろんお掃除なんかもそうなんです、あるんですね。素晴らしいチームワークで頑張りますということです。このボランティアの方の活動にもぜひ注目してください。そしてまたボランティアでない、まあ、我々でもできる何かおもてなしがねいろいろあるんじゃないかなということを思いますね。そうですね、うん、やはり長崎へ来る選手や監督、そして応援に来る方などへの笑顔での挨拶であるとか、はい、道を聞かれた時の道案内、そして身近な場所のゴミ拾い、清掃活動など小さなことでも私たちにできることはたくさんあります。ぜひこのようなおもてなしをして長崎へ来る方を温かくお迎えしましょう。なるほどね、笑顔で挨拶大事ですね、はい、あと気づいたらやっぱりゴミはね拾った方がいいですよね。もう本当長崎市には大会期間中20万人の方がね訪れるということですよ。まあ、きっと街を歩いてるとね県外からいらした方にもたくさん会うと思いますので、皆さんおもてなしの心がけをお願いします。では最後にガンバ君と松尾さんからメッセージお願いします。はい、長崎では45年ぶりの開催となる国体がいよいよ始まります。うん、選手監督関係者の方、そして運営ボランティア、観戦、そして応援などで全ての人の心に残る素晴らしい国体大会となるように皆様一緒になって盛り上げていきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。はい、では最後にガンバ君メッセージお願いします。僕も頑張るからみんなも頑張って。おーと
ういうことでしょうか。思い切り動いてくれてますね。まだまだ忙しいと思いますけれども、体に気をつけて2人とも頑張ってくださいね。ありがとうございます、はい。今日はですね、ガンバランバ国際長崎市実行委員会事務局の松尾理沙さんとおなじみガンバ君に来てもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。